今日はケイルーはママとパパとローズィーと一緒にふれあい動物園に行きました。大丈夫だよローズィー、ただの羊だよ。羊はふわふわで優しいよ。ほらね。うわ、ヤギに舐められた。ありがとう。おい、あっち行けよ。あっち行け。もう僕のアイスクリームに止まるな。どうしたんだいケイル。ああ、アイスクリーム落としたんだね。大丈夫、新しいの買ってあげるよ。アイスクリームじゃないよ、鼻だよ。意地悪な蜂に刺されたよ。あらあら、まあケール、ほらこれで少し良くなるわよ。なんで僕刺されたのママ。そうね、多分蜂もあなたが怖かったのよケール。蜂を叩こうとしたよ。僕のアイスクリーム取ろうとしたんだケイル。蜂を叩いちゃダメだよ。蜂はとても特別な生き物なんだよ。おいで、蜂の後をついて行ってみよう。あれが蜂のお家？そうだよケイル、あれは蜂の巣というんだよ。蜂一匹が住むには大きな家だね。実はあそこには何千匹もの蜂が住んでいるんだ。耳を澄ませば聞こえるぞ。飛行機の音みたいだね。蜂は何をしてるの？花の蜜を集めて蜂蜜を作るんだよ。蜂は甘いものが大好きなんだ。アイスのような？その通り、あの蜂も意地悪するつもりはなくて、ただアイスクリームが食べたかったんだよ。蜂もくださいって言えばいいのに。さあさあ、気分転換にぴったりのものがあるぞ。見て、お馬さん。惜しいなケイル、あれはロバだよ。すいません、僕と妹ロバに乗ってもいい？もちろんいいわよ。うわあ、これは高いよ。ほら、これで安全よ。しっかり捕まってねケール、二人とも落ちないように気をつけてね。僕ら二人を乗せて、ロバって強いんだね。その通り、ロバは小さいけれど、とっても強いのよ。僕みたい。今日はママとパパがケイルーとローズィーを特別に動物園に連れて行ってくれました。到着。ケイルーは動物園の地図を見ました。いろいろな動物たちの絵がたくさん見えます。どの動物を一番に見に行きたいケイルー？じゃあゾウを見に行こうよママ。それはいいわケイルー。どこにいるのママ？ケイルーはゾウを探しましたが、どこにも見えません。あそこにいた。ケイルーはゾウが好きです。特にそのゾウの鳴き声が好きでした。ペットのゾウを飼っていい？うちにはゾウが飼えるような場所はなさそうよケール。ゾウは大きすぎるわ。
見て、ママとパパのライオンが寝てる。写真を撮ってほしいかい、ケイル。うん、お願い。はい、チーズ。助けて。大丈夫だよ、ただの赤ちゃんライオンだよ。それはきっと一緒に遊びたいのよ。うわやったよ。はい、私はリンダ。あなたの名前は？僕はケイル。そして妹のローズィー。こんにちは、ケイル。こんにちは、ローズィー。私と一緒にお猿さんたちに餌をやりたい？うん、やりたい。ケイルはワクワクしました。お猿に餌をやるのは初めてです。お猿さんたちは果物と野菜が大好きなの。あなたとローズィーとでそれをあの岩の上に置いてちょうだい。ほら、食べてるよ。おい、僕の帽子。お猿。いたずらも好きなのよ。ケイル、木から降りておいで。もうすぐ家に帰るぞ。僕はここだよ、パパ。あれはお猿さんだよ。ああ、そこにいたのか、ケイル。ほら、これを見て、ケイル。あー、ゾウさんだ。この大きさなら一緒に連れて帰っても家で帰るよ。ケイルは動物園をとても楽しみました。また、自分のゾウを家に連れて帰れて、とても幸せでした。それは綺麗に晴れた日だったので、ママとパパはケイルとその友達を連れて公園でピクニックしました。この場所がピクニックに良さそうだね。通ります。ポッポー。あら、ごめんなさい、ケール。汽車が来るのに気がつかなかったわ。出発進行。ほら、ロージー、早く乗って。ポッポーシュッシュッポッポシュッシュッポッポポッポー。あー、気をつけて。おやおや、ローズィーはどこへ行った？もっかい。そうだわ。じゃあみんなでかくれんぼをするのはどう？わーい、かくれんぼ大好き。ペアになりましょう。ママはローズィーと隠れるわ。クレメンタインはレオと隠れてね。そしてケールーとパパが鬼よ。それはいい。行こう、レオ。私いい隠れ場所知ってるわ。さあ、いい隠れ場所を探しに行きましょう、ローズィー。レオとクレメンタイン、ママとローズィーは急いでパパとケイルから隠れました。よし、ケイル、目をつぶって10数えるんだ。1、2、3、4。ケイルは指を少し開きました。みんながどこへ隠れるか見たかったのです。覗いちゃダメだよ、ケイル。ごめん、みんながどこに行ったか見たかったの。わかるよ、でも覗いたらつまらなくなるぞ。5、6、7、8、9、10。よし、探しに行くぞ。いいかい、パパ。あの木の後ろに誰かが隠れてるよ。見つけた。よくやったわ、ケール。レオとクレメンタインは見つけた？
うん、まだだよ。よし、探し続けよう。きっとこの近くだよ。ケイルーは公園のベンチの後ろで何かが動くのが見えたと思いました。見つけた。ああ、見つかっちゃった。みんなかくれんぼの後ではきっとお腹が空いたでしょう。さあピクニックに戻りましょう。ケイルーは敷物に座ってピクニックを楽しみました。はい、どうぞケイルー。わあ、見てすごい大きい。スイカ大好き。はちゃん。おっと、大丈夫だよローズィー、別のジュースをあげるから。パパはバスケットを覗いてジュースを探しましたが、そこにはもうありませんでした。おやおや、もう残ってないね。大丈夫だよローズィー、僕の少しあげる。本当にいいお兄ちゃんね、ケール。ああ、アリだ。うわー、僕にくっついてる。私にも。大丈夫よケール、アリはローズィーのこぼしたジュースに来ただけよ。ほら、別の場所に行こう、アリがサンドイッチに入らないように。ほらローズィー、ジュースは無駄にならなかったよ。今はアリさんの美味しいおやつだ。ケイルーはアリはきっとかくれんぼが得意だと思いました。特に美味しいおやつを探しに行く時には。夏休みだったので、ママとパパはケイルーとロージーを連れて森にキャンプに行きました。パパは湖のすぐそばに素敵な場所を見つけました。よし、着いたぞ。お手伝いしていい？もちろんケイルー、手伝ってくれたらテントもすぐ建てられるぞ。ケイルーは嬉しくてたまりませんでした。湖に行って水遊びがしたかったのです。湖だ、水遊びしていい？もうすぐな、まずテントを建てなきゃ。ケイルーはパパを手伝いました。パパにペグを渡すのが仕事でした。テントが吹き飛ばないようにするのです。もう少しだ、あといくつかペグを打ったらな。はい、これ。やだ、あっち行ってったら。うん、助けて、虫が追いかけてくるよパパ。落ち着いてケイル、テントの周りでは気をつけるんだ、つまずいて転ぶぞ。大丈夫よケイル、虫はもう行っちゃったわよ。おっと、お前たちは湖へ行って遊んでおいで、その間にパパが直すから。ケイルーはママが石を投げて水切りをするのを見ました。石は水の表面を何回か跳ねて、やがて湖にポチャンと落ちました。わあ、魔法だ。ケイルーも水切りしたいと思いました。そこで石を拾い、思いっきり湖に投げました。できないよ、どうやったら跳ねるのママ。ほら、教えてあげるわ。まずちょうどいい平らな石を見つけるのよ。こういうの？そう、いいわよ。今度は低い位置からまっすぐに投げるの。やった、すごいわケール。カエルさん。あら見て、ロージーがカエルを見つけたわ。僕らもカエルだロージー。ゲロ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 。カエルも湖が好きなんだ。バイバイカエルさん。二人とも何をしてるんだい。僕らカエルだよ、ゲロゲロ。おや、それは楽しそうだね。テントは建てられたよ。じゃあみんなで薪を集めに行こうか。いいよ。ケイルーは森でたくさん小枝を見つけました。そして歩きながらそれらを数えました。1本、2本、3本、4本。ほら、もう4本も見つけたよ。すごいわケールすごいぞみんな、キャンプに戻ろう、すぐ暗くなるからね。ケールはキャンプファイヤーのそばで暖かく快適でした。パパは美味しい焼きマシュマロを作るのに忙しくしていました。
もう焼けたかな。まだだよ。外側がきつね色になったら焼けたってことだよ。そんなに近づかないでケール。キャンプファイヤーの周りでは気をつけるのよ。出ないと火傷するわよ。ごめんママ、マシュマロが見たかったの。ケイルーはマシュマロがこんがりきつね色になるのを見ました。もう焼けたよパパ。食べないでよ、僕のだ。食べたりしないよケイルー、ちょっと冷まそうとしただけだよ。中はもちもちしてる。わあ、あれ何？宇宙船かな？あれは流れ星だよケイル。もし流れ星を見たら願い事をするのよ。願い事は秘密にしなきゃダメよ。出ないと叶わないかもしれないわよ。ケイルはしっかり目を閉じて願い事をしました。やったよ、秘密の願い事したよ。じゃあきっとそれは叶うよケイル。ケイルはママにもパパにも言いませんでしたが、実は密かにもっとマシュマロが欲しいと願ったのです。その願い事はすでに叶いました。